はい、それではよろしくお願いします。ニューマです。今何分過ぎた？何分経過？28分。あ、ちょうどいい。あ、そうですか。ちょうどいい。はい、まあなんとか台風も一段落したような感じで。一段落まだしてないよ。ただなんか蜂が、蜂の巣がある。蜂の巣がね。まあそうですよね。蜂の巣がベランダにできちゃって。そうなんですよ。事務所のベランダに蜂が巣を作ってまして、この間ひどかったですよね。ひどかったですか？窓際でもうなんか影がちらついてんなと思って。なかなか大きい蜂でしたね。蜂苦手なの？いやもう一度全身刺されたんで。全身刺されちゃったって。何年か前にまだ青森実家いた時に勤めてた先で、うん、で施設の夜勤だったんですよ。はい、あの、うん、ちょっと入所者の施設の夜勤やって、その帰りにそれちょっと山っていうわけじゃないんですけど、郊外外れの場所にあって、でその道の帰りにちょっと山林っていうかその道通ったんですよ。そしたら砂利道で自動車がスリップしまして、うん、2メートルぐらい沢に落ちて自動車ごと。でそれで怪我はなかったんですけど、うん、天井にあった助手席からこう這い出たら、うん、ちょうどなんか、うん、おそらく蜂の巣に接触したかどうかで、うん、もう大量の蜂が襲ってきまして、うんうん、っていうのがあって、なんか次刺されたら終わりだなって、うん、そうそうそう、なんかアナフィラキシーショックで死ぬと。うちの父も一回スズメバチに刺されちゃって、うん、でやっぱり次刺されたら死ぬって言われたらしくて、すごいまあ恐れおのろえてましたね、蜂の巣ね。左右の手が本当に大きさ違いました、うん、違くなったりして腫れて痛いでしょうっていうのがありました。スズメバチが、あれ分かんないんですよ。でもかなり大きい蜂だっていうことは覚えてるんですよ。はい、蜂の巣ごろり買ってこよう。もうそれでシューって、うわーシューってやってる時またわーって出てきて、また刺されちゃったら困るんで。そしたらもう、うん、ナムって拝んでるよ。なんていうこと言うんですか。ひどいな。それともヨセさん、ヨセシュパ。いや私はね、殺すのはしない人なので、うん、私はあと次に台風来た時に俺やろうかな。俺がシューって俺、うん、ダメです先生、刺されますよ。俺もうニタニタしながらやりますよ。ダメ絶対刺されちゃう。事務所内の安全の確保のために鍵をかけさせていただきます、ね。あ、そうです。ちょっともうベランダ出ない方がいいですよ。まあ、そう。でも蜂の思うがままに過ごさせ、うん、もう過ごさせましょう。いや、なんか納得いかないな。だってどうせ2階でしょっていう。まあね。ね、うん、いいですよ、うん。いや、私前ね、アシナガバチがちっちゃい斜めのババアとか刺しちゃうんだよね。まあ、なんてこと言うんですかね、うん、ひどい。だからアシナガバチが、これのジジイとか刺しちゃえばいい。私の話をさせてください。変な話ね。だからアシナガバチがね、巣を作ってたんです、庭に。ちっちゃい巣なんですけど。で、雨がね、ザーザー降ってるのに、一匹の蜂が巣の、ま、前で守ってるんです、巣を。一匹の蜂が。いや、もう本当に涙出そうになりました。俺だったらもうバシャーって水かけちゃう、うん、何それ。だから蜂の世界でもね、そうやってちゃんとね守るやつがいるんだ。もう人類に歯向かうやつはみんな敵ですよ、うん、バーンそうですか。ということでね、もう害虫はみんな駆除するやつ。うわー、なんかね、そう、命をねむやみに奪ってはいけないなと思うようになりまして。ゴキブリだってもう速攻でパシンですよ。いやいやいや、別に生きてていいやと思いますね。あ、そうですか。ゴキブリ、特になんかね、私の顔を覗き込みに来るやつがいて、うん、いや、これ旦那が乗り移ってるわって。旦那さんゴキブリじゃないです。いや、ね、嫌がらせするんですよ、私に。うん、私わざとね、そう、嫌いなものに乗り移ってね、うん、顔を覗き込みに来るんですよ。旦那ですか。旦那ですね、あれは。ということで、はい、はい、すごいすごい脱線しちゃったけど、はい、はい、ということで、まあ蜂には注意しましょう。全身刺されたとかいうから、はい、びっくりしちゃいますね。はい、まあ、ということで皆さんも蜂には十分気をつけてください。注意しましょうね。はい、うん、ということで、話題変えまして、はい、今回もアトラスニュースから2記事読ませていただきたいと思います、はい、まず一つ目がですね、またまあ未来人のネタでございます、うん、誰一人いない世界の映像を残す2027年の未来人ハビエル、うん、ということで、聞いたことありますか。それはハビエルのトリックを、うん、俺一生懸命見破ろうと思って、はい、だったらなかなか分かんないんだよね。ああ、なんか映像残す方なんですよ。へ、
もう誰もいないんですよ。誰もいない。ということで、はい。2021年、TikTok にてある人物の動画が注目され始めた。その人物はスペイン人のハビエルと名乗る男性であり、彼は病院で目を覚ましたら2027年にタイムスリップしてしまったと自称していた。彼によると、偶然に見つけたある手紙の記述から、彼は自身が、まあ、とある実験の、タイムトンネルのようなあの実験の被験者であったということが分かったというふうに、まあ、自称していたと。で、未来人を名乗る人物の存在はこれまで多く登場し語られてきた。それらの多くは、予言を主軸としたものがほとんどであるが、ハビエルの場合は全く異なっていた。なんと、先の実験の失敗によって、彼は他の人間が誰一人としていないパラレルワールドに閉じ込められてしまったと主張したのだ。そんなわけはないだろうといぶかしんだ反応を示す大勢の人々に対し、彼は動画撮影によって様々な箇所を歩いて 回ると、不思議なことに彼の主張通り建物の中を含め屋外までも他の人間が存在する気配が見られなかった。次第に視聴した人々から指定した場所へ行くようにとコメントが寄せられるようになり、まあ、お店、商店、病院、警察署、果てはスタジアムに至るまで様々な場所へ赴く動画を撮影したが、本当に他の人間が映ることはなかった。ハビエルの存在が大きな話題となった中で、懐疑的に見る人々からは様々な意見が多く飛び交うようになった。実際、彼の動画撮影や、その撮影された風景に対しては、不審な点が数多く見受けられた。いやね、人間を消してるんじゃないか、CG で。ああ、はい。っていう話が、早朝にとって、消してるっていう説があったんですよ。ね、はい。消し忘れた人間が、一回だけ映ってたっていうのがあったからね。はい。まあ、俺はそうじゃないかなと思ってはいたんだけどね。なんかそう、Google ピクセルとかっていろいろ画像をね、なんかできるんじゃないですか。お母ちゃんが宣伝してた。そう、はい。あの、監督消しちゃえとか言う。いや、そう。今自分が消されちゃいましたけどね。消されちゃいましたね、はい。まずですね、彼は指示のあった場所の一つである動物園に赴いたのだが、動物たちも消えているのかと思うと、何の変哲もなく動物たちは過ごしていたのだ。街中を映した動画の中でも鳥が飛んでいる様子が映っているものもあり、人間だけが存在しないという不自然な状態となっている。また、動物園で動物たちが平穏に過ごしているということにもつながるが、ハビエルが赴く先々では、普段通り電力が供給されていると。電灯が問題なくついているどころか、商店やスタジアムなどでは、電光板も鮮やかに照らされている。人間が存在しない世界でどうやって電力が供給されているというのか。さらに最も不審な点として挙げられるのは、彼は動画撮影はするもののライブ配信を一度たりとも行っていないということである。公開された映像はすべて録画されたものであり、リアルタイムの映像は一つとして撮影されていない。これらのことからハビエルのトリックについてはいくつも考察がなされた。真っ先に疑われたのは動画の加工であり、編集技術によって道行く人を消しているのではないかというのだ。だが、先にも挙げた通り、彼は公共施設にまで足を踏み入れている。そのような場所であれば常勤の人が必ずいてもいいはずなのだが、それらの人を加工で消す手間を考えるとあまりにも無謀であると有力視されたのは、コロナ禍でのロックダウン時に撮影されたものではないかというものだ。こうした人が外出を制限された状況下での撮影したことによって、無人の街の撮影が可能だったのではないかという。ただ、そうだとしても、やはり公共施設にて人が一人もいないというのは奇妙である。そこで浮上してきたのが、街ぐるみの企画だったのではないかとするものだ。前述したロックダウンにも通じるが、この処置は観光客の激減にもつながり、経済的にも大きな損失にもなった。そこで町が映画会社などと共同して、他の誰もいない世界に閉じ込められた未来人を作り出し、実際にその町の様子を映し出すことなど、ことで注目を集め、集客を望もうとしたというわけだ。この町ぐるみ、いわば町おこし施設であれば、公共施設が無人であるのも、その目的で協力をもらっていた
ことで撮影が成立したということで説明がつく。実際ハビエルの登場に影響されたことで実際に当地へ赴くという旅行観光客、スペインの街というよりも、彼の SF 的なストーリーに関心を持った人々による、調査や、聖地巡礼も増えたようであり、町おこし説は一層の信憑性を帯びていた。もし町ぐるみの企画であるとしても、ハビエルが出歩いている地域は田舎町でもなく明らかに栄えた都市部だ。それなのに現在までに告発が、ほとんど聞かれていないのは奇妙ではないかとの声もある。ただ後にとある大学に YouTuber が聞き込みをしたところ、ハビエルが許可を得てその場所を撮影したという情報も聞かれたと言われている。この考察によれば、もともと彼のアカウントは、複数によって管理され、ロックダウンの誰一人も歩いていない風景を、世界に取り残されたと振り込んで大いに受けたことで、次第に施設へのオファーが増えていき、ニュースなどによって現実世界とのリンクを演出したことで一大的なキャンペーンにつながったのではないかとされていると。はい以上となりますので、まあ2027年ってもう目前ですけどね。そうですね、もうすぐですけど、はい、ね、まあ、トリックだよでしょうね、はい、ただ今でもだいぶ人気がまだ続いてるらしくて、はい、映像も新しいのが撮られてる、うん、そうなんですね、はい、最後オチがね、ネタでしたっていうのが出るかどうかね。そうですね、うん、はい、ということで、じゃあ2つ目いきたいと思います、はい、じゃあ今度は、ユーマ関係です、はい、英国空軍が目撃、ノルウェーの森で撮影されたマウンテントロールの真相、うん、はい、1942年ノルウェーのベルゲンから北に約300マイル、まあ、483km ですね、離れた森に奇妙な存在がいるのをイギリス空軍の偵察機乗組員が目撃しカメラに収めたという。その存在は眼下に広がる森の木々に比べても非常に巨大で、霧に覆われたような背景にうっすらと浮かび上がる人型の何かであったこの奇妙な写真は、通称ノルウェーのグレートマウンテントロールと呼ばれ知られている。トロールとは北欧、特にノルウェーの伝承に伝わる妖精の一種と言われている、神話に登場する存在であり、ケムクジャラ、角がある、赤毛など様々な容姿で伝えられることから、自由に姿を変えられるのではないかとも言われている。また一方で作物や森林地に危害を与えるといった悪意ある存在との言い伝えもあり、太陽に照らされると石になってしまうといった対処法も語られ、さらには、日本の座敷わらしのように気に入った家には富と幸運を授けるという良き妖精の言い伝えもあるなど、多様な形でスケッチがなされている、さて冒頭で触れた問題の写真は、その通称にもある通りノルウェーで撮影された、グレートマウンテントロール、すなわち巨大なトロールの姿を収めたものであるという。写真提供者は、ルーシー・レイノルズという人物で、これ女性ですね。彼女によると、この写真はそのトロールの存在を証明する唯一の写真であると。で、1942年の12月に、まあ、さっきも言った通りイギリスの空軍の、まあ、パイロットが撮影したものであると。で、写真は彼女が運営するウェブサイトに2012年7月31日付で、投稿された記事に掲載されたものが最初であるとされ、このキャプションが事実であるならば、実に70年以上の時を経て公開されたものであるということになる。だが実際に撮影者が誰であるか、そもそもその写っている場所がどこであるかについては具体的な説明はなされていなかった。実のところ、実際このマウンテントロールの写真は完全なるフェイクであることがもうすでに分かっている。この被写体となる 人型の影は、その2010年に公開されたモキュメンタリー映画トロールハンターの一コマを切り抜いて加工および合成を加えたものに過ぎなかったのである。このことは、海外の掲示板レディットのユーザーによって、証明されることになった。そもそも、彼女のウェブサイトは加工された写真が多く用いられていたという。現在はすでにそのページもなくなっているため、どのような趣旨で運営されていたかは定かではないが、ルーシー・レイノルズ・アート
という、まあ、名前であったことから、うん、アートとして加工画像を公開していた可能性は高い、うん、そんな彼女によってもたらされたこの画像が後にファンであった閲覧者もしくはいたずら心を抱いたユーザーによって広められていき不可解な写真として知られるようになったのではないかというのが真相であるようだ、うん、実はこれ以外にも彼女のページが元になって広まったノルウェーのトロール画像があるとされており、これは1939年から45年頃に、まあ、ドイツの装甲師団がノルウェーでマウンテントロールと交戦している様子を撮影した写真なるデータも出回っていた。例に漏れずこれも同じ映画を元にした加工画像でありしかもポスターに掲載されているトロールの姿が用いられていたと、まあ、ネットにおける都市伝説の伝播を垣間見るような話題の一つであると、うん、まあ、結局はフェイク画像だったということなんですけれども、うんうん、はい、ただやっぱりこういうのってもう今なんか AI とかでも画像もできちゃいますし、うんうん、ただそれをもうこれじゃないかって突き止めるっていうのもかなりすごいことだとは思うんですよ、うん、はい、まあ、ということでしたけれども、はい、トロールはそうですね、なんか映画とかで出てきたのとかね、はい、見ることがありますけど、うん、はい、実在するのかなって思っちゃいますけど、ね、実在しませんよ、しませんか。で、まあ、見える人には見えるのかもしれないですね、うん、幽霊とか妖怪とか見える方には。太郎が見てしょうがないですよ、ね、太郎が見ちゃうんですか。太郎がお化けがあそこにいるとか、ね、うん、スーパーとかでもいるんですよ。あ、なんか絵が描けるようになったら、うん、どんなお化けって聞いて絵に描いてもらうといいですね、うん、あそこにお化けがいるとか、うん、どんなお化けとかね、うん、意外と普通の親だったら否定するんだけど、うん、俺はもうどこにいるんだ、うん、何人くらいいるんだとか、うん、どんなわけがいるっていう。いいと思います、その方がね、うん、下手になんか否定しちゃうってなんかね卑屈になっちゃったりしたら、うん、誰も信じてくれないとか言ってね、卑屈になっちゃうとあれだから、うん、どんなやつだっていう方がいいんじゃないかなと。うちの廊下の天井に浮いてて、うん、ね、あの最近怖い、あの27度で寝るのが好きなんで、28度で神さんと、うん、はい、27度で寝る神俺の部屋と、はい、2部屋に分かれてるんですよ、はい、太郎が時々俺の部屋で寝るんですけど、はい、お父さん廊下のやつが壁を通じて、うん、お化けが入ってきた、どんなお化けって、うん、あそこから入ってきた、入ってきた、どんなお化けって絵に描いてごらんって。いや、もうちゃんと言いますよ、髪の毛バサーと前に立って、うんうん、はい、こう、はい、貞子みたいなやつ、やつが来るんですって。ほう、無視しなさいって言って、ね、無視しなさい、うん、まあ一番の対処法ですよ ね、 そうですね、うん、構わないっていう、構わないのがいいです、ね、電気つけると逃げていくから電気つけたいと、うんうんうん、はい、うん、電気つけるんですよ、電気つけていいんじゃないですか。もう本当に大体2時間ぐらい騒いでますからね寝れないって話ですね、うん、はい、ということでね、うん、トロールの時間でした。あ、間違えちゃった。間違えてしまいましたが、告知です。また鳴らしちゃった。これね、なんか、学校のチャイムね、意外とうるさいから廃止にしたっていうところが多いって聞きました。学校のチャイム。学校で廃止にしたの？学校で廃止にしたんですって。チャイムうるさいって。なんか、やっぱり近所ね、とかからね、その音はって言われちゃったのかな。そうですね。はい、なのでね、チャイム、学校のチャイム、うるさくなんかないですよ、うん、うるさいとか思わないけど、うるさいなんて言う方がおかしいですっていうか、なんかね、学校のそばっていうのはもううるさいものだと覚悟して住まないとね、うん、うんうん、そうですよ、学校のそば、はい、だから公園のそばに住んでる老夫婦が子供の声がうるさいって言って、うん、この公園が中心になったんでしょ。そうなんですか。公園が潰しちゃったんですよ、うん、そんなジジイバ、そんな死にかかってるようなジジイババの言うことを真に受けちゃってねだって子供はうるさいもんですよ、うん、そうなんです、子供はね、うるさいんですよ、だから、うん、ね、公園のところに後からそこに家建てたんなら、うん、公園があるのに家建てた方が悪いですよね。悪いですよね、はい、それぐらい我慢しなさいって。そうですね、でも多いですよね、しょっちゅう聞きますよね、うん、そういうクレーム事例、クレームね、うるさいっていうのはね、うん、ピアノの音がうるさいとかね、いろいろ聞きますけどね、あのうちの近所のババアもそうなんじゃないですか。そうなんですか、うん、クレーム、何でもクレームでイチャモンつけてイチャモンつけてきますか、つけて
トウモロコシでだいぶ回収してるんですけど、ね、いろいろとね、お裾分けを差し上げてて、毒注入したやつやめてください。なんてこと言うんですかね。せっかくね、機嫌よくもらってくださいますので、うん、ね。はい、ということでですね、告知いきますよ。うん、はい。はい、まずですね、桜まりなさん。9月以降の講座、ワークショップの情報更新いたしました。お試しカウンセリングは種類が一つ増えたこともあり、お申し込みを一つにまとめました。ということでね、概要欄の方にね、ホームページの載せておきますので、で、さくらまりなさん、私もね、何回か受けたことありますけどね、あと、亡くなった方を呼び出すとか、あとね、亡くなった動物の気持ちを見てもらったとか、ありますのでね、ちょっと皆さん興味ある方は、ぜひ、このワークショップとかカウンセリング受けてみてください。はい。はい。次はですね、まずね、9月8日の山口敏太郎プレゼンツ近光ゆり花超能力ライブ。こちらがね、もういっぱいになってるかな、この放送をしてる頃にはね。はい。で、まあ、まだ5枚あったんですよね。5枚あったけど、うん、そうそうそう。うん、で、その5枚あったうちから何日か経っちゃってると思いますので、放送までね。はい。ということで、9月10日がね、怪談王インターネット予選の締め切りになります。うん、ね、まだご応募してない方とかね、まだお話聞いてないよっていう方、ちょっと急いで、ね、ご応募とお話を聞いて、いいねボタンを押すとかをしてくださいね。うん、はい。次が、9月の16日が中野女流怪談。で、こちらが、相上ちゃんと草野舞さんと白上樹里子さんが、なんと浴衣姿で、怖い話を語るという。白上樹里子は、はい、今のところ残念ながらゼロ票なんです。ゼロ票でしたか。草の前と、うんうん、相上さんが、うん、結構、うん、その推しとして、推しとして、結構してる。あ、そうなんですね。すごい。これはいい言葉ですね。うん、じゃあ、樹里子さんファン、ね、こちらの方、そうそう、推しの名前を書いて、ニューマさんのところにメールしてくださいね。うん、はい、で、9月19日が、トースポ居酒屋。青の山にて怪談イベント。ね、こちらね、なんか美味しい餃子と唐揚げと、あとね、なんだっけな、レモンサワーのセットとかって聞きましたけどね。で、それ食べながらね、怖い話を聞いてくださいよ。怪談。で、これね、上野から近くなんですよね。上野駅の近くという立地もすごいいいところでやっておりますのでね。ぜひお越しください。はい、9月の29日の6時から、うん、なんと、カッパイベント、29日日曜日ですね、うん、有楽町マリオン別館7階でね、アイムアショーっていうんですか、これ。アイムアショー。私はショーです。私はショーですなんですね。うん、で、こちらですね、宮崎優さん、2.5 次元タレントっていうんですか。あ、そうですね。宮崎優さん。ね、うん、がお越しくださいまして、カッパのイベントがあるそうですよ。カッパが好きらしいですよ。へえ。カッパのミイラ写真を見たり、うん、カッパの、はい、衝撃写真を見たりしながら、衝撃写真、カッパのうんちを語るライブ、うん、へえ。俺一人、うん、もう一人連れてきてくれって言うんで、はい、中澤くんがスケジュール空いてれば中澤くん連れて、はい、連れてこうかなんだ。はい、カッパイベントね、うん、日本のユーマのトップ2が行きますから、ね。トップ2はすごいですね。トップ3以下いないですからね、うん、トップ3いない。誰か、じゃあトップ3を目指して。あ、なんだ、あ、モーモーがいた、うん、モーモーさん、モーモー、うん、はい、中澤と一緒にやってる。うん、はい、ということで有楽町マリオンですね、うん、10月の1日から12日が東急プラザ原角にて、テンガランドオープン記念、超都市伝説山口敏太郎の不思議ビンビン展。あ、なんかタイトル長かった、うん、ね、原宿です、原宿でね、超都市伝説、これただですからね。山口敏太郎の不思議ビンビン展、ただですからね、はい、そこ強調して、ただなんですよ。素晴らしいですね。あの、1500円取ってる某都市伝説と違って、うん、あ、そうなんですか。なんとこれ、ね、うん、太っ腹ですね、スポンサーさん、ね、太っ腹ですね。ただで40坪ぐらいの広さの空間を、うんうん、はい、
全部都市伝説ですね。埋めていいと。なんかいろんなミイラとか。いかに都市伝説に愛情があるか。うん。見ればわかります。ミイラとか来るんですか。パネルばっかりでお茶を濁してる都市伝説とは、えらい違いだっていうこと。そんな。もう、はっきり見せつけてやりますよ。一方を貶めてはいけませんよ。いやいやいや、もう、だってアメリカと、ペプシとコーラと一緒ですよ。はい、ああ、アメリカでしょ、そのやり方は、ね。いや、もうアメリカ人ですか。ああ、今アメリカ。初めて聞いた。アメリカ人です。アメリカ人だったんですね。いや、ほんま、マジですよ。いいですよ。マジでアメリカ人です。アメリカ人ですね。わ、うん、かりました。ということでね、はい、ビンビン店ね、楽しみにしててくださいね。だん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 ね、企画がこうね、詰まってきました。企画詰まってきましたね。はい、絶対面白い。面白いと、ね、うん。はい、ということでね、10月の3日、渋谷クロス FM。で、うん、広瀬学さんの番組にですね、山口敏太郎が出演、うん、でこれなんか外から見えるスタジオらしいですよね。ああそうですね。だから野獣馬としてね、みんな行っちゃっていいんですよ、渋谷、うん、渋谷クロス FM ね、ミーハーな私も行っちゃったりして、うん、もうミーハーですからね。はい、であとね、この時になんかスカイ FM の収録もあって、スカイ FM で公開は10月だそうなんですけれどね。もういろいろとね、ラジオから何か収録いっぱいねありますね。役者の仕事も来ましたからね。そうそう、役者ですよ、ま、びっくり。まさか俺のこの演技力なんかね、ハマり役ですもん。演技しなくてそのままいけそうな役ですね。オカルト研究家のベテランの役で。あ、言っちゃった、言っちゃった、いいんですか、言っちゃって、ね、いいですよ、そのままいけますよ。はい、はい、で今度10月の4、5、6がアーリン千葉鑑定会ね、こちらもだいぶ集まってきましたかね、うん、お申し込みが。いや、はい、でも台本読んだらね、うん、あのちょっと違ってた台本、なんか最後、うん、うわーって、うん、あの、うん、音量ができて俺がびっくりするシーンがあるから、はい、もう、ね、絶対これ中澤、これ俺の演技を見て笑うだろうなと、うん、もう目に浮かびますよ。音量が来て驚くだけですか、取り殺されるのではなくて。最初に殺されちゃうんです。そういう役なんですね。でも、なんかもう絶対あいつは中澤のとか大阪が笑うんですよ、映画面白そうですね。ね。絶対そうだよ。じゃあそのシーンだけでも見る価値がありそうですって。そうでしょう ね。ホラー映画、ホラー映画です、ホラー映画ね、いいですね。はい、で10月のね12日がアーリン心霊教室ズームですね、うん、こちらの方もね、お申し込み始まってますのでね、うん、いや、心霊教室4の4になりますね、5500円、うん、はい、で同じく10月の12日が秋葉原階段、こちらフライヤーの写真がもうアウトレイジになっているということで。そうです ね、 ね、うん、いいですよ、このいぶし銀の人たちの、ね、誰がとか誰が言った方がいいですかね、竹内義和さんとか、ね、あ と、うん、西浦和さんとか、中山一郎とか、ね、中山一郎さんとかね、ファンキー中村さん、うん、はい、それで、プレゼンツが吉田裕樹さんで、プレゼント宮代君でしょ。あ、違った、プレゼントが宮代明さん、うん、で、司会が吉田さんでしたっけ。吉田君が司会、司会、なんかすごいメンバーでね、うん、でこちらの方も会場は売り切れてるので、ネット配信の方のお申し込みでお願いします、うん、はい、ということでね、告知これで終わっていきますよ。はい、はい、じゃあこんなもんですかね。はい、はい、何分ぐらいですか。57分ですね。あ、ちょうどいいじゃないですか。ちょうどいいですね。はい、はい、不思議な体験どんどん送ってください。皆さん友達の体験なんかを聞いて送ってください、この霊能者とコラボしてくれとか、この人とコラボしたら面白いんじゃないかというリクエストもあっております。で、この鑑定士に鑑定してもらったらどうだったという感想も結構です。お待ちしております。徳島5566 @yahoo.co.jp、徳島5566 @yahoo.co.jp までよろしくお願いします。それじゃあこの辺りにしましょう。オカルトはエンタメだ、エンターテインメントはオカルティズムだ。山口敏太郎でした。それじゃあ皆さん、次回も不思議の世界であなたとランデブー、山口敏太郎です。それじゃあまた皆さん、さようなら。はい、さようなら。バイバイ。バイ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 。